に盛り上がりましょう。よろしくお願いします。はい、では1曲目準備大丈夫ですか。はい、はい、では最初は青島さん、教会の歌です。よろしくお願いします、はい、青島です。まあ、この中ではね、素晴らしいしてほしい、してる。この中で多分、昔来たこともある人だから結構見えると思うんですよね。ですから、まあ、ぜひ久美さんの応募してください。で、今日は潮騒の歌っていう小倉圭君さんを歌っていただいて、小倉圭といえば昔はシクラメンの香りとか、それからミトレイタジの愛さん、愛さんとか、曲はたくさんあるんですけども、この潮騒の歌っていうのは1981年ぐらいかな のデビュー作なんですよね。デビューシングル、シングルで、シングル、その当時は、まあ、レコードだから B 面が、さらば青春かな、そういう歌なんですけども、ちなみに潮騒の歌知ってますよっていうのを言いました。普通に。まあ、安心してできますね、これだけが自分で。はい、どうぞ。